ダニエル・ケールマンダニエル・ケールマンはドイツ出身の小説家。現在はウィーン在住。2005年に発表した小説世界の測量ガウスとフンボルトの物語が世界的ベストセラーとなった。ドイツ・ミュンヘンにて演出家の父と女優の母との間に生まれる。1981年6歳の時に父の故郷であったウィーンに転居、移行ウィーンで生活する。 ウィーン大学にて文学と哲学を専攻。在学中の1997年に、小説、ビアホームズ・フォーシュキラングで、作家デビュー。カントについての卒業論文に取り組む傍ら、南ドイツ新聞、フランクフルター・アルゲマイネ・タイトゥングなどの有力誌に、小説、エッセイを発表する。2003年の長編第3作、イッヒウンとカミンスキーは26カ国語に訳され、 国際的な名声を得た。2001年からは、マインツ大学やゲッティンゲン大学の講師も務めている。長編第4作、世界の測量は、2005年秋にドイツで発表されて、以降、100週以上にわたり、ベストセラーリストに名を連ねており、ギュンター・グラス、ブリキの太鼓、パトリック・ジュース・キンと、香水ある人殺しの物語に並ぶヒット作となった。 2008年現在までのドイツ国内の発行部数は120万部であり、すでに40以上の言語に翻訳されている。2007年に発表されたトレンドパブリッシングによる国際ランキングでは、ハリー・ポッターやダヴィンチ・コードを抑え、第2位にランクインしている。ケールマンはこの作品で、クライスト賞、ディベルト文学賞など多数の賞を獲得した。ありがとうございます。